周辺の地域の皆さん、ご通行中の皆さんに訴えています。私はここ郵便局の建物がありますビルの上階にあります沖電機工業株式会社を今から32年ほど前に不当解雇され、以来毎日八王子工場の門の前で戦いを続けております田中哲郎と申します。毎月第3金曜日にここを本店に対しまして抗議情勢行動を行っています。ここは沖電機のまあ本社本店なんですけれども、不思議なことにどこにも看板がない。毎回言うんですが、今日は何かイベントがあるらしくて、お姉さんが、沖と書いたプレートを持って立ってますけど、普通はこんなことやる必要ないですよね。本社本店に入り口に看板もなければ表示もない、何故なのか。多分これは私が32年間にわたって門前にとどまらず、株主総会の場、またインターネット上、新聞やテレビなどの報道の場で、この沖電機という企業の中でどのような人権侵害が行われてきたか、またどのような不当労働行為やあるいは違法行為、談合や不正経理といった違法行為が行われ、それらが全く反省されていない状況が続いているかということを示し続けてきた。であるがゆえに、自分たちがここに沖電機の本店を構えていることを公表できないのではないか、まあ、それ以外に理由があるんだったらぜひ教えてほしいと思います。私の戦いの目的は、企業の中で行われている人権侵害、これを改めさせることであります。沖電機だけに限らず、思想信条を理由とした差別を受ける人たちは昔から数多く存在し、そのような理不尽な人権侵害が行われることに社会全体は真剣に眼差しを向けて、そのことを解決すべきだと考えてこなかった。学校の中のいじめの問題というのはみんな取り上げているわけですけども、もっとひどいいじめが、あるいはその学校のいじめのもともとの源となりかねない、原因となりかねない親たちのいじめが日本中の企業の中で行われている、それらは決して軽視していいはずの問題ではないはずであります。そして私が指摘しておりますのは、単にこの問題というのは被害を受けている人たちが気の毒であるから救済しなければならないという問題にとどまらず、日本の社会全体、世界の平和にも大きな悪い影響を及ぼしかねない問題だと思うので戦っているのであります。今朝の朝日新聞の中の記事をいくつか取り上げますと、一面には安倍総理大臣が福島原発の汚染水の漏れは完全にブロックされていると未だに言っている、そういう記事です。ところがページをめぐって3面には、そこで働いている原発の労働者が汚水槽のタンクから水を吹き出ているのが自分は見たんだ、そういう記事ですよね。ブロックできていないにもかかわらず、原発は安全だ安全だと言ってオリンピックを招致した。そしてさらに別の面では、機密保護法ですか、公務員が秘密をばらしたら処罰されるんだ、そもそも国家が設けなければいけない機密っていうのは一体何なんですか、他の国にばらしてはいけない、これが漏れたら困る、そういう秘密や機密というのは本来ない方がいいはずです。日本国憲法の前文
この思想には自分たちの国の安全は国際関係、国と国との信頼関係を築いていくことによって守るんだ、そう高らかに歌っているわけであります。信頼関係を築くのに秘密や機密などというものがあっていいのか、この思想とは全く逆行する考え方、これが機密保護法であります。本来権力を持った者は全て情報を国民に明らかにして、国民によってさまざまな問題を判断し、それによって自分たちがなすべき仕事をやっていかなければいけないはずであります。ところがこの秘密保護法の考え方、下々の者は愚かだから本当のことを教えてろくなことはない、黙っているに越したことはない、そういう思い上がった考え方、これは全く企業の考え方と同じであります。力によって弱いものを押さえつけて言うことを聞かせる、そしてこの企業というものが国家権力と結託しているがゆえに問題が非常に大きなものになってしまっている。政治家は企業に金を送り、今日の後ろの方にも政徳会という医療団体が自民党の選挙運動に不当に関わったということが記事になってましたけれども、沖電機も選挙に関わってきた、日本の大企業の多くが選挙に関わってきて、そして合法違法の選挙運動をやってきてるわけです。なぜそうするか、そうやって選んだ権力者たち、政治家たち、さらにはそれとつながっている官僚たちが自分たちに都合の良いことをやってくれるから、そういうことをやるわけです。その結果一般の国民にはどういう利益があるか、官僚も裁判所も警察も自分たちが人権侵害を受けているといってもなかなか取り合わない、みんな権力がつながってそういうものを無視し軽視し、働く人たちはひどい目に遭う状況が続いているわけです。そして原子力発電所をなぜ推進するか、原発を推進することによって得をするのは企業であります。電力会社だけではなく、それに関わっている多くの企業だから、政治家たちはそれを企業に都合の良いものであるから推進しようとする。さらには国際関係の緊張が高まってますけれども、憲法9条を変えようとする動き、戦争ができるようにしようとする動き、戦争ができるようになって戦争が起きて得するのは誰か、一般の国民じゃないです。一般の国民はひどい目に遭うだけ。戦争が起きるか、あるいは起きそうになることによって緊張が高まることによって儲かる企業は非常にたくさんある。この沖電機もその中の一つですよ。今作ってるかどうかは知らないけど、昔は潜水艦のソーナブイテのを作っていた。沖電機の半導体も多くの今の兵器の中に使われている。戦争が起きそうになった方が儲かる企業は日本の中でそっちの方が多いと言っていいぐらいあるわけであります。それらの意向を受けて政治家たちは国際関係の緊張を高め、やれ尖閣だやれ竹島だ目くじら立てていがみ合う、みんな仲良くすらいいじゃないですか。働く人たちと経営者が仲良くすらいいじゃないですか。私は働く人たちが怠けていいとは言っていない。しっかり仕事をする人と怠けてる人間は区別して給料に差があって当然である。しかし物の考え方、思想を理由に差別してはいけない。理不尽ないじめを行ってはいけない、そう言ってるわけです。能力を正当に評価し、それに合った仕事を与え、できるだけのことをお互いにする。それによって経営側も労働者側も仲良くできて、みんなハッピーになれるはずですよ。それをやろうとしない、本当のことを言わない
ごますり連中が上へ上がっていく。情報を隠す。そういう人たちが原子力発電所にいると大変な事故になって、今回のようなことになるわけですよ。何日か前のニュースで、中国の若者が川に落ちた子供、台風18号で水かさが増した川に飛び込んで溺れている子供を助ける。これ半端なことじゃないですよ。命がけで人を助けた。台風で水かさの増した川の中がどんなものか、私はサーフィンやりますから大体想像つく。まかり間違えば自分が死ぬ。こういうことをやった中国人がいる。このことを相手の国に対して、あんたの国には立派な若者がおりますね、そう話したらどうなるか。いやいや、あんたの国にも同じような人はいるはずですよ、そういう話になりますよね。やれ、竹島は俺らのもんだ、尖閣は俺らのもんだ、そういがみ合うことで一体どんないいことがあるか。お互いのいいとこを見合って助け合うところは助け合う。尖閣が日本の経済全体の一体どんだけのものなのか。もしそれによって紛争が起きて誰かが一人でも死んだら、それに見合うだけのものが一体代わりにあるのか。あるわけがないですよ。たとえ一人の命でも失われてはならない。ところが領土問題になるといがみ合う。領土問題で得をするのは、どうしてもそれが欲しいと思っていがみ合うのは、やはり企業であります。我々は大企業の社長なんちゅうものは偉いものだというふうに思ってるとんでもない人もいるかもしれないけど、その実態を見ると違う。沖電機の株主総会に出てみればようわかる。私たちは自分たちの子供や孫、子孫たちが幸せに生きるためには、この現在企業の中で続いている人権の問題、違法な行為、そういうものから目をそらしてはならない。政治と深く関わっているということを忘れてはならないと思うのであります。昨日は中秋の名月だそうで、大きなお月様出てました。最近作ったクラシックの曲で月光のトレモロという曲があります。ドビッシーの月の光という、ピアノ曲があるんですけども、その曲のコード進行、メジャーコードからディミニッシュコードに移ると独特の雰囲気が出るわけですが、それを移植させていただきまして作りました。
Ha, 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 ha.